はい、どうも、なきです。今日はですね、皆様にあることをね、伝えたいと思います。で、皆さん、健康診断の動画を見ましたでしょうか？で、あそこにはですね、まあ、先生のその総合評価が書かれていて、まあ、塩分を控えてくださいね、っていうね、まあ、意見があったんですよね。で、僕ですね、高血圧になったんですよ。で、数値が132だったんですよね。まあ、このままではね、危ないなと思いまして、で、これからですね、皆様に、そう、あることをね、伝えたいと思います。私、1年間、塩分を控えたいと思います。これ、拍手でいいのかな？で、塩分の美味しい食事ってあるんですよね。で、今、パソコンで、まあ、調べたんですけど、まあ、ここにあるんですよね、塩分の美味しい食事って。で、これからね、ちょっと言っていきたいと思います。で、言ったものをね、これからね、もう制限していきたいと思います。で、まず1個はですね、まあ、パンでございます。はい。実はパンにもね、塩分が多く入ってるんですよね。で、僕ね、ちょっとね、パンをね、まあ、食べてはないかな。まあ、でも若干、まあ、食べてるくらいで、お昼ご飯にはね、食べてるくらいなんですけど、まあ、ちょっとね、パンもね、まあ、危ないなって思ってます。はい。ですので、パンにはね、気をつけていきたいと思ってます。はい。次は、麺でございます。ね。まあ、僕ね、カップ麺食べるんですよね、よく。なんだっけ、日清の、カップヌードルありましたよね。カレー味とかあるんですけど、あればっかり食べてるんですよ。で、お昼ご飯にね。で、実はこれ麺にもね、そう、スープじゃなくて、麺自体にもたっぷりね、塩分が入ってるんですよね。これにはね、僕も知らなくて、マジかって思いましたね。まあちょっとね、もうこれからね、まあ、学食にもね、まあ麺があるんですけど、まあ麺をね、控えたいと思います。はい。まあ1年間ね、まあ縛りプレイでやっていきたいと思います。次、お菓子やスイーツです。はい。まあチョコレートとか、ドーナツとかね、まあ、ポテチとかコンソメ、まああるんですけど、まあこれもね、控えたいと思います。まあ僕はね、ポテチとかあまり食べませんから大丈夫なわけで、まあスイーツ系ね、まあ食べるんですよね。よくね。なので、それもね、ちょっと控えたいと思っています。はい。そう、ポッキーとかドーナツには塩分が含まれているって書いてありますね。で、次は、調味料で、お酢でございます。はい。まあ、お酢は、食用不使用なわけで、まあ、使ってもいいんですけど、まあ、ラベルのね、まあ、塩分量を確認して、まあ、買うように、まあ、僕はね、しないといけないなと思ってますね。はい。で、次が、まあ、ドレッシングでございます。で、まあ、ドレッシングね、まあ、サラダにかけるんですけど、まあ、たっぷり食べてもね、まあ、健康にいいとはね、言っても過言ではない、というわけで、まあ、実は、ドレッシングっていうのは、塩分が多いんですよね、調味料の中で。で、まあ、サラダにね、よくかけるんですよね、ドレッシングね。これマジかって思いましたね。減塩したいので、まあ、ドレッシングの代わりに、まあ、塩分の少ないマヨネーズを、まあ、かけたいなって思ってます。まあ、かけはしないけどね。はい。そんで、まあ、ドレッシングをかけない方式で、まあ、食べていきたいなって思ってますね。はい。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、ざっくりね、言いましたが、まあ、ちょっとね、本当にね、健康にはね、まあ、気をつけていきたいなって思ってます。はい。で、まあ、何かあったらね、まあ、ちょっとね、まあ、コメントしてください。高血圧を下げる方法をね、ぜひね、コメント欄にね、書いてください。はい、というわけで今回は、1年間ね、僕がこれから塩分を控えるよっていうね、まあ、動画でございました。はい、もう健康にはね、まあ、気をつけていきたいと思っています。はい、ではチャンネル登録、高評価ですね、コメントもね、待ってますので、ぜひ、ね、お願いします。それでは、じゃあね。